こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました。全メニューがデカ盛りで、知らずにフラッと入って、なんとなく注文したら出てきたお料理に、お、マジでかってびっくりしちゃうような街の飲食店を巡る旅のお時間でございまして、本日は川崎市多摩区上戸の方にありますラーメンハウスさんというお店にやってきておりますが、こちらのお店ラーメンハウスっていう、もう柔らかい全部ひらがなの名前のお店にもかかわらず、出てくるメニューは全て尖っているそうでございます。ボリュームもすごいそうでございます。早速ワクワクしながら向かってみましょう。さあ、こちらがラーメンハウスさんでございまして、なんかさ、旅先にあるお店の外観という雰囲気もちょっとありますよね。避暑地の感じ、ここだけ赤の中に白い字でラーメンハウスと、フォントはね、可愛らしいんですよ。そんでこちらには黄色い看板でラーメンハウス、これ夜になると多分チカチカするやつですね。で、こっちにはまたちょっと細めの感じでラーメンハウスと。では入っていきましょう。ごめんください、失礼します、ごめんください。いやいや、めちゃめちゃいい空間じゃん。いや、お座敷席もありながらテーブル席もあって、向こうにもお座敷席で、カウンター席もありました。いや、完全に旅で来ちゃったじゃんといった雰囲気でございますが、入り口入ってすぐの場所に漫画があるんですよね。メニューを見ていきますと、ラーメン、コーンラーメン、わかめラーメン、シナチクラーメンで、札幌味噌ラーメン、塩ラーメンがあって、チャーシュー麺、あら、チャーシューもひらがななんだね、かわいい。で、味噌チャーシュー麺、ワンタン麺、タン麺、味噌タン麺、もやしラーメンで、辛口系もあるんだ。で、タンタンラーメン、ネギラーメン、ネギ味噌ラーメン、四川ラーメン、五目ラーメン、焼肉ラーメン、ラーメンだけでもメニューだいぶある感じですが、裏見ていきますと、野菜炒め、肉野菜炒め、レバニラ炒め、ニンニクの茎炒め、豚肉とキャベツの味噌炒め、ニラ肉卵炒め、かっこライスはついてませんと書いてありますね。で、ライスが200円で、大盛りは250円、商品50円で、中華丼があったり餃子もあるね。で、ソース焼きそば、五目焼きそば、片焼きそばで、豚肉の生姜焼き、豚肉のスタミナ炒め、鶏の唐揚げ、ナス炒め、コロッケ、アジフライ、串カツ、タンカツがあります。こうなると豚の生姜焼き、僕大好きなので、これにライスをつけて注文してみましょう。はい、いただきます、ありがとうございます。さあ、やってまいりました、生姜焼き、豚肉の生姜焼きでございますが、ちょっと待って、お皿のサイズ分かりますかね、これ伝わりますかね。あの、30センチくらいあります、お皿のサイズ感がこうなってまして、こんもり生姜焼き、そんでライス台で注文したんですけども、なんだこれ、いや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 、あの、いや、ちょっと待って、スープね、で、たくあんありますけども、いや、なんだこれ、ライス台、いや、ちょっとね、一応一味唐辛子横に置きますと分かりますか、こういうことになってます、ライス台。このコンボ何、めちゃめちゃだね。いや、ボリューム、いただきます。いや、最高に生姜焼きも美味しそうで、どっさり、量も多いぞ。で、これこれ何これ、うん、まうまっ、めちゃくちゃ美味しい、この生姜焼き。生姜の風味はね、割と強めで鼻を吹き抜けていく感じね。お肉柔らかいな、で、タレの味も濃いめで、相当なご飯泥棒です。こんだけでも量が多いから、ご飯盗賊団、ただその盗賊団でも奪いきれるかどうか分かんないくらいのご飯の量よ、果てしないやつ。
強に美味しい。これボリュームがどうとか以前に美味しい。もうなんか見た目がいいのに性格もいいやつ見た時みたいな、でも勝ち目ないじゃんみたいな、そういった気分になってしまうようなめちゃめちゃ素敵な味わい。ちょっと一旦ご飯の上に乗った姿も見たいか。すいません、乗り姿お見せしますけども、こうです。グッとくるよね。いやうまい。でご飯に関しては割とね水分多めの炊き加減なんですよ。それとこの生姜焼きとのコンボも最高ですし、そういえばスープも出てきてましたね。わかめとネギの入った中華スープっていうことですかね。うまい。これあっさりの中にコクもあるスープだ。そんでお野菜ゾーンがあることも見逃しちゃいけないんですけれども、貝割れもどっさりありまして、このキャベツゾーンね、やっぱりこのねタレががっつり染みたキャベツも生姜焼きの醍醐味ですよね。じゃあまずはこれから、ほらこれもう滴るでしょ。こう食べてもしっかり生姜の風味。貝割れはちょっとこうした上でお肉にのせーの、こういうこともできるってことだもんね。じゃあちょっと唐辛子でちょっとね味をさらに濃くしてみて、さらにまだまだ残っていますご飯を炊き込んでいきましょう。これはこれでね味変としていいんですけども、もうね完成された味だから味変いらないかもしれない。結構七味かけたつもりでもだいぶ生姜に勝てないような印象。もう生姜焼き馬には勝てないね。いやうまい。これほどまでに他のメニューも食べてみたい、見てみたいって思わせるお店もなかなかないよね。で後半はねお野菜に関しましてもかなり油たっぷり感味わえるね。油ひたひたしみしみ感がまためちゃくちゃ美味しいっていうのと、完食しました。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。これ結構皆さん注文されるんですか？多いですよ。多いすごい。あ、そうなんですね。こんなに量が多いのにすごいんですね。というわけでラーメンハウスさんのお料理食べてまいりましたが、すごいボリューム感でございまして、一人前じゃないよね。もうね心してかかってみてくださいというのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、名古屋の伊藤さんからのコメントで、自転車のチェーンに油さした直後の滑らかさがたまんないんですよね。うん、わかるよわかるよ。すごい滑らかに、ね、なってね、すごいスムーズだなみたいな思う感じわかるけども、なんで僕がお寿司の食べ放題やってる動画のコメント欄にこれがつくの、なんなの。あの全く感想とかなかったの、僕がお寿司をバンバン食べてるやつに関しての関係ないよ。 A3503 からのコメントで、まだコブヘイって言ってしまいますよね。わかる。もうずっと林家コブヘイさんのやっぱイメージがあって、ヒロミさんと一緒にさ出ててさ、おいコブヘイとかって言われてるイメージがずっと残ってるから、いまだにやっぱコブヘイさんってなっちゃう。わかるんだけども、なんで僕がお寿司をバンバン食べてる動画のコメント欄にこれがつくの、関係ないじゃん。稲造さんからのコメントで、自家製の中太縮れ麺とても美味しそうでした。いや自家製のさ中太縮れはやっぱり美味しいっていうのはわかるんですけども、なんで僕がお寿司をバンバン食べてる動画で自家製の中太縮れ麺吸ってないのにこれ言ってくんの。お寿司の感想ありませんか。焼き魚定食さんからのコメントで、再生速度2倍の寿司を食うは最高。そうなの、あのみんな楽しみ方がさ
変わってない？純粋に楽しんでる方いらっしゃいます？僕がそのお寿司の動画の中でね、寿司を食うって言いながらそのお寿司じゃないのを食べてるみたいなシーンがあったんですけれども、見てみます？寿司を食う、これ最高なの？ちょっと自分ではその魅力分かってないんですけども、ラルナツさんからのコメントですかね。普通のお寿司1貫がだいたい 23g なんですって。今回ハイジーさんは55貫食べたからお寿司だけで 1265g で、卓球の球が1つ 2.7g だから468球食べたことになるんですね。なんていうかもう尊敬します。なんか美味しくたくさんお寿司食べた記憶がピンポン玉で回避されていく感じ。